本校では、プントランドの歴史を解説する。プントランドは、ソマリア北東部にある国の名前で、ソマリア内戦中の1998年7月に、独立宣言した。ただし国際的には独立国として承認されておらず、現在は、ソマリア連邦共和国の一構成国となっていて、独立自体を目指していない。もっとも、 ソマリア連邦共和国自体はまだ完全に一体化しているとは言えず、プントランドもほぼ独立国の形を保っている。古代エジプトの遺跡には、古代エジプトが公海沿岸の国と交易をしていたらしい記録が残されている。その記録よると、交易の相手国はプント国と呼ばれており、今日のプントランドの名称はこのプント国にちなんでいる。 ただし古代プント国が今日のプントランド内にあったかどうかは分かっていない。マジェルテーン、ドゥルバハンテ、ワルセンゲリ、ダシーシュといったソマリ族の氏族ハルティのさらに氏族が現在のプントランドのあたりを拠点に暮らしていた。マジェルテン氏族は1600年頃からいわゆるアフリカの角の先端部を拠点にサルターン国を作っていた。ところが20世紀の初めに氏族内で 争いがあり、そこをイタリアに付け込まれて、イタリアの保護領となってしまった。ドゥルバハンテ氏族の居住地は、マジェルテ園の居住地よりやや西にあり、19世紀末に、主として、イギリスの保護領となった。20世紀初頭サイド・ムハンマド・アブドゥラー・ハッサンが、イタリアやイギリスからの独立運動を起こすと、ドゥルバハンテ氏族も独立運動に協力するが、1920年に、 サイド・ムハンマドが死ぬと、イギリスの保護領に戻った。ワルセンゲリ氏族は、ソマリア北部のラスコーレーなどを拠点とする氏族で、伝説としては800年以上の歴史を持つが、族長がスルタンを名乗ったのは1897年のことで、モハメド・アリ氏レの代であった。モハメド・アリも、イギリスの保護領となる条約にタンは署名したが、サイド・ムハンマドの反乱に参加した。 判乱が終結するとモハメド・アリは国外追放となり、ワルセンゲリ居住地域もイギリスの保護領に戻った。結果として、ハルティ氏族のうち、マジェルテン氏族の居住地はイタリア領ソマリランドの一部に、ドゥルバハンテ氏族とワルセンゲリ氏族の居住地はイギリス領ソマリランドの一部になった。ここでイタリア領とイギリス領に分かれたことが2007年の プントランドソマリランド紛争の原因の一つとなる。1960年、イタリア領ソマリランドとイギリス領ソマリランドを合わせる形でソマリア共和国が誕生した。後にプントランドとして独立するハルティ氏族からは、ソマリアの初代、二代目首相、二代目大統領などが選ばれるなど、政府要職の地位が与えられた。 クーデターで三代目大統領となったモハメドシアド、バーレはダロットではあったが、ハルティとは異なるマレハン氏族出身である。バーレは、自政権の終わりに、自分が所属するマレハン氏族の優遇措置を取った。1978年にハルティのマジェルテーンの一族がクーデターを企てるが失敗し、多くが処刑された。1981年、 生き残ったマジェル庭園の有力者の一人アブドゥラヒ、ユスフは軍閥ソマリ救済民主戦線を設立する。SSDF は当初はイサックやハィエなどハルティ以外の氏族も含んでいたが、やがてマジェル庭園氏族中心の軍閥となる。なお、SSDF に限らないが、ソマリ族の軍閥は、 家族単位の小軍団が親族同士で少しずつ大軍団を作っていく構造なので、異なる氏族との戦闘では団結するが、軍閥内の小士族で仲間割れしやすい傾向にある。SSDF あるいはハルティは、以後も内部構想を繰り返すことになる。プントランド建国者の一人、アブドゥラヒ・ユスフ・ソマリアでは、ハルティ以外の種族もそれぞれ軍閥を作り、ソマリア内戦が激化することになる。 しかし、戦闘が激しくなったのは、内戦前から、氏族の居住地が複雑に入り組んだ、ソマリア南部が中心であり、ソマリア北部では、比較的早期に落ち着きを取り戻していった。まず、ソマリア北西部では1991年、イサック氏族の軍閥が中心となって、ソマリーランドの建国を宣言し、独立状態となった。ただし2020年現在に至るまで、 国際的には承認されていない。1998年、後に、プントランド首都となるガローへにて、3ヶ月にわたって、この地域の将来性が話し合われた。参加者は、各軍閥の長のほか、地元の長老、実業家、知識人、その他の有力者などだった。そして、プントランド共和国の建国が宣言され、初代大統領には、マジェルテン出身でかつて、 SSDF を設立したアブドゥラヒユスフがついた。プントランド大統領の任期は3年とされた。ユスフの出身はマジェルテーンのオマルマハムード氏族である。以後、プントランド大統領の座はマジェルテーンの3大氏族であるオマルマハムード、オスマンマハムード、イセマハムードが時に武力を持って争うことになる。2001年7月にスフの任期は切れるが、その再選に関して、 ソマリア中央の争いが影響を与えた。当時、ソマリア中央では2000年4月に成立したソマリア暫定国民政府と2001年3月に成立したソマリア赤い復興委員会が対立していた。対立の理由は複雑だが、簡単に言えば TNG はアラブ色が強すぎるとして反発してできたのが SRRC である。また、 バーレ政権崩壊後に、ソマリア暫定大統領に選ばれたアリマフディ、ムハンマドの流れを組むのが、TNG、アリと派遣を争った、アイディード将軍の流れを組むのが SRRC と見ることもできる。ユスフは SRRC への参加を表明し、さらに、プントランド大統領の退任を拒否した。それに対抗して、TNG は、プントランドイスラム司法長官のユスフ・ハジヌルを、 後押しした。もっとも、両者は、必ずしも、政策上のみで対立していたわけではなく、両者とも同じマジェルテ庭園ではあるが、ヌルはユスフが属するオマル・マハムード氏族ではなく、対立するオスマン・マハムード氏族に属していた。ヌルは、オスマン・マハムード氏族の軍閥を使って、2001年7月に、プントランド首都がアローアからユスフを追放し、ヌルが、暫定大統領となったことを宣言した。 ユスフは一族が住むプントランド南端の町、カルカイヨに拠点を移し、そこがプントランドの新首都だとして抵抗を続けた。一方、ユスフを追放したヌルは正式な大統領となることを諦め、11月14日、新大統領にオスマン・マハムード氏族のジャマ・アリジャマが選出された。ユスフは SRRC と隣国エチオピアの支援を受けて反撃した。 2001年11月の末には、プントランドの州とガロウェイをほぼ取り戻し、2002年5月には、完全に制圧した。ジャマは、北部の主要都市、ボサソに拠点を移すが、そこも間もなく制圧され、プントランドの支配権はほぼユスフに戻った。2004年には、ソマリアの大手マスコミの一つである、ラジオ局ガロウェイオンラインが開局した。2004年10月、 プントランド大統領のユスフは、ソマリア暫定連邦政府の初代大統領に選ばれたため、プントランド大統領は、暫定的に、モハメドアブデハ氏が継いだ。プントランドは2004年12月に、スマトラ島沖地震の津波被害を受けた。ムセ大統領2005年1月、選挙の結果、将軍のモハムード・ムセ・ヘル氏が、大統領に選ばれた。また、 プントランドは独立国ではなく、ソマリア暫定連邦政府を構成する自治州となった。2005年以降には、各地区の行政は、氏族を基本単位とした地区評議会が中心となって決めることになった。無瀬は、オスマンマハムード氏族であり、新政権は、オマルマハムード氏族とオスマンマハムード氏族の連立政権の形となった。なお、この頃から、 ソマルヤ沖の海賊の活動が本格化した。プントランド政府は公式には海賊との関係を否定しているが、大統領選には多額の費用が必要であり、その資金源と海賊行為の関係を疑う者もいる。2005年3月、ムセ大統領はプントランド最大の商業都市のボサソ空港の改修を計画した。ムセ大統領はボサソ空港に足を運び、 2006年に着工した。2008年には新ターミナルビルが完成しており、ムセ大統領は2007年8月にも現地視察している。2006年11月、ソマリア南部で作られたイスラーム原理主義組織であるイスラム法廷会議が勢力範囲を徐々に北方に伸ばし、プントランド南京の都市、 ガルカイヨから南西に数十キロ離れた位置にあるバンディラドレーが占拠されたことが伝えられた。イスラム法廷会議のモハメド・モハマド・ジャマー次にガルカイヨに進行する旨を表明した。ガルカイヨは北半分をプントランドが南半分をハウィエ氏族が支配している都市であった。この時までイスラム法廷会議はプントランド支配地域への進行表明を避けていた。 プントランド大統領のムセは、問題が宗教化することを避けるため、プントランドはイスラム法に従って治めていくが、その方法は、イスラム法廷会議とは異なるものである、との声明を発表した。2007年4月、ムセ大統領は、アラブ首長国連邦の構成国である、ラース・アルハイマ首長国を訪問し、当時皇太子だったシェイク・サウド・ビン・サクル・アルカシミと面談している。 この会談で、プントランドとラース・アルハイマ両地域のビジネス協力を強化する経済協定が署名された。さらには、プントランド単価水素開発会社を設立する契約にも署名した。さらには、プントランドのインフラ計画を進める計画、ソマリアからの輸入家畜用の検益施設設立の契約にも署名された。マーヒルの首都バハン2007年7月、 プントランド西部の一部で、ナロート族ハルティの氏族であるワルサンガリが、マーヒルとして独立を宣言した。プントランドの行政を、マジル庭園が仕切っていることに反発したことによるものだった。2007年10月には、プントランド西隣のソマリランドが、プントランドが支配権を主張している、スール州の都市ラスアノドを占領した。2007年12月、 ラスカノード侵入に関して、ソマリランドとムセ大統領の間に密約があったとして、スール出身議員が質問を出し、プントランド議会は紛糾した。同じ12月に、ムセ大統領は北ガルカイ予地区評議会の解散を、明治、北、ガルカイをプントランド政府が直接支配することを表明した。これを皮切りに、ムセ大統領は、プントランド政府の権限を強めていった。 ムセ大統領は、翌年1月には、ラスカ農ー道を奪還することを宣言している。2008年8月に、ワルサンガリ出身の将軍アブレウリアヒフメドジャマが、マーヒルに戻り、プントランド大統領選への出馬を表明し、プントランド内でのマーヒル地域の待遇を改善する、ことを約束した。ジャマは、マーヒル住民の歓迎を受けた。マーヒルも、 ソマリランドからも攻撃を受けていたので2009年にプントランド復帰を決めた。2008年10月、ムセ大統領はアラブ首長国連邦の会社ルーターグループと1.7億 UAE ディルハムで空港、港、高速道路などの建設を行う契約に署名した。第5代大統領のファロレ2009年1月、選挙の結果、マジェルテン氏族出身で63歳の アブドゥルラフマン・モハムード・ファロレが大統領になった。ファロレはオーストラリアのラトローブ大学で歴史学の PHD を取った人物で外務担当長官としてムセ政府に入閣していたが、プントランドにおける石油採掘でムセ大統領と対立して2006年にプントランドを去っていた。今回は多くの政治団体からの要望で帰国し、選挙に臨んだものだった。 ファローレ大統領は就任直後に100日の報告、政策を発表し、就任後100日間で地方を巡行し、地方自治と海賊対策に力を入れることを誓った。なお、ファローレ大統領は伊勢マハムード氏族出身だったので、これでプントランドで最も勢力を持つ三氏族、オマルマハムード、オスマンマハムード、伊勢マハムードからそれぞれ大統領が出たことになる。 2009年5月22日、プントランド社会副市長が発足した。プントランドに住む国内避難民や個人の救済なども目的にしており、2009年には9億6000万ソマリアシリングの予算が付けられた。2009年6月、プントランドに複数政党制を導入することを起ことした新憲法草案がプントランド議会で賛成多数で可決された。もっとも、 政党といっても、実質的には、氏族集団であり、議席数が、氏族ごとに勢力に応じて割り当てられる制度であった。プントランドの治安は、まだまだ悪く、2009年8月から2010年1月の間に、政府公館5人が暗殺されている。一方で、氏族間の構想は、少しずつ収束に向かった。 例えば、バリ地区のイグゲーズ渓谷で起こった紛争では、死者30人と多数の負傷者が出たが、プントランド政府の介入で2009年10月22日に和平合意されている。さらに2010年6月には、カルドで7人が死亡する戦闘が行われたが、プントランド政府軍を投入して、戦闘停止させている。2010年5月には、プントランド建国以来一敗が続いていた。 公務員の給与が毎月一貫して支払われるようになった。2010年7月16日、プントランドの自治長官は、プントランド内閣が新しいテロ対策法を閣議決定したと発表した。主にイスラームテロ組織のアルシャバブ対策と見られている。2012年1月、カナダのアフリカオイル社がプントランドで石油の敷屈を開始した。ソマリアは、 地下資源が乏しいが、隣国のエチオピアやケニアから石油が掘られていることから、石油が取れると期待されている。この時は、タロール渓谷付近が掘られている。もっとも、まだ実際には、石油は見つかっておらず、見つかったとしてもソマリア中央政府と、プントランド政府のどちらに所有権があるのか今の、ところ明確ではない。2012年4月15日。 プントランドの新憲法が正式に発足した。2014年1月8日に行われた2014年、プントランド大統領選挙により、ソマリアの首相でもあったアブディウェリガースが、プントランド第6代大,大統領に選ばれ、副大統領も選出された。経済学博士でもあったガースはプントランドを改善すると期待された。前大統領と一票差の当選だった。ところが、 ガース政権は官僚の腐敗が進み、ハイパーインフレを引き起こした。2016年9月、数十人の兵士が給与未払いを理由に、プントランド議会の敷地を選挙する事件が発生した。2017年ソマリア大統領選挙では、2012年の選挙と同様に、大統領は議会投票で選出された。この時に採用された議席数は4.5式と呼ばれ、 ダロット、ハウィエ、ラハンウェイン、デルの主要4種族に、それぞれ1、残りの少数種族で0.5を割り当てるという、ものであった。ところがこの制度はプントランドでも批判が出て、2016年1月には、数百人が、抗議活動を起こした。ガース大統領もそれに賛同し、3月には、カナダのトロントで、 たとえ国連事務総長の反気分が来ても4.5式は受け入れないと表明した。ところが、その翌週にアメリカのワシントン DC でボイス・オブ・アメリカに対して私は4.5式に賛成だが国民が反対していると矛盾するコメントをしている。2018年4月28日、プントランド支配下にあるガルカイオ市内で軍人を目標にした自爆テロが発生。 五人が死亡した。この事件に対して、主にソマリア南部で活動してきたアルシャバブが犯行声明を出している。西隣のソマリランドとの関係は悪化した。2018年5月に、スール州のテュカラクデプントランドとソマリランドの両軍が戦闘状態となり、ソマリランド軍が勝利した。両軍は軍備を増強した。2018年9月にガース大統領は、 サナーグ州のバハンで閣議を開いた。バハンもソマリランドとの貴族が争われている土地であり、この行動をソマリランドは批判した。2019年1月8日、サイドアブドゥラヒダニがプントランド大統領に当選した。2019年10月26日、第45回プントランド議会で議長のアブディハキム・モハメド・アフメドは、 ダニ大統領の不信任決議投票を実行した。一説によると、議長は、ソマリア大統領府の要請で、ダニ大統領が、ジュバランド大統領の窓辺を支持するのを罰するためだったとも言われる。しかし、不信任決議は否決され、2019年11月、逆に、プントランド議会は、議長の弾劾投票を行い、賛成多数で弾劾が成立した。ありがとうございます。